江戸時代中期老中田沼沖次は近建政治家の汚名にまみれていた田沼批判の義文を書いて嫉妬を命じられた旗本の青山進次郎は沖継と対面しその清廉な人柄に引きつけられるしかし失脚を目論む反田沼派の魔女は至る所に伸びていたやがて最愛の息子沖友が 中で切りつけられ、継ぐは絶望の淵へと追い詰められてゆく田沼樹次いわくたとえ行き着くところが身の破滅だとしてもその時が来るまではこの仕事を続けてゆくいかなるものも俺をこの仕事から離すことはできない。